子宮全摘手術無事に終わったよ。なんだ、目覚めたのか。何その言い方。本当は立ち会ってもらいたかったのに、すごく不安だったんだよ。ダメ嫁のくせに文句を言うな。仕事だって言っただろ。そうだけど。分かってんならぐちぐち言うな。ずっと思ってたんだけど、私の病気が見つかって急に冷たくなったよね。当たり前だろ。不良品の馬爪に用はねえんだよ。え？お前みたいな不妊女とは離婚だ。家から出ていけ。ひどい。なんでそうなるの？俺だって子供が欲しいし、ママだって孫を望んでる。お前にそれが叶えられるのか？それはできないよな。2年も妊活してたのに、妊娠しないから不妊検査に行かせたらこれだよ。マジで時間の無駄だった。私だって子宮筋腫が見つかるとは思ってなかったわ。しかもそれが大きくて、子宮を取らないとだなんて。被害者面するな。こんなん詐欺だろ。親なしの不妊女だと知ってたら、お前となんて結婚しなかった。私だって好きでこうなったわけじゃない。黙れ。とにかくお前とは離婚だ。退院したらすぐに家から出て行けよ。え？あの家はママの持ち家なんだ。お前に住む権利はない。そんな急に言われても行く場所なんてない。知ってる。親や兄弟もいなくて、頼れる親戚や友人もいない。生涯孤独女だもんな。離婚は受け入れる。だから少し猶予をちょうだい。断る。子宮をなくしたブスはゴミ同然だってママも言ってたぞ。え、あの優しいお母さんが？ママの何を知ってるんだ。 LINE すら交換してないのに。そうだけど、毎年新年の挨拶に行った時はよくしてくれたわ。今までママが優しくしてくれたのは、お前が正常な女だったからだ。信じられない。家主が出て行けと言ってる以上、お前に拒否権はない。それと慰謝料だけど、600万支払ってもらうからな。え、何の？不妊であることを隠し、俺の時間を無駄にしただろ。そんなの無茶苦茶よ。黙れ。これは決定事項だ。そもそもお金なんてない。今回の病院代だって自分で支払ったんだし。あっそ。じゃあ家にあるお前のものを売るからいいや。は？何言ってるの？父親の形見って確かロレックスの腕時計だよな。それに母親もいくつかアクセサリーを残してたはずだ。これを売ればいくらかになる。そんなことしないで。私の大切な宝物なの。俺には関係ないね。てかいつ退院だっけ？1週間後よ。なげえな。新しい彼女と子作りするから早く出て行ってほしいんだけど。は？何それ。あ？新しい彼女ってまさか浮気してたの？俺の中では離婚が確定してたんだから別にいいだろ。普通に考えてありえないでしょ。てかよく自分から暴露できたね。さっき慰謝料って騒いでたけど、浮気してるならこっちが請求する立場になるのよ。何言ってんだ。離婚が確定してるんだから浮気にはならないし。そんな理屈が通るわけないでしょ。子宮もなければ常識もないのかよ。マジ終わってるな。最低。俺も32歳だし、すぐにでも子供が欲しい。お前と別れてから探したらその分時間が無駄になる。時短ってやつだ。いつからなの？1ヶ月前かな。私の病気が見つかってすぐじゃない。ああ、検査結果を聞いたその日に婚活アプリに登録したんだ。そしたらすぐ見つかってさ。さすが大企業勤めの俺。私が苦しんでる間にこんなのあんまりよ。恨むなら出来損ないだった自分を恨め。まあそういうことだから、じゃあな。ちょっと待ってねえってば。こんなの嘘だよね。なんでこんなことに。私は美咲、30歳。夫と結婚して2年になります。以前の彼は気遣いのできる人で、義母も年末年始くらいしか会わないですが、とても優しい穏やかな人でした。幸せになれると思ったのに、夫の言葉がショックで、この日は病室で声を殺し、一晩泣きました。そのおかげか少し冷静になれて、
あの穏やかな義母がそんなことを言うのかと疑問に思い、私は本人に確認することに。すると、この連絡を機に、事態は予想外の展開を迎えたのです。翌日。お母さん、この度は申し訳ございませんでした。もしかして、美咲さん？はい、前に作ったグループ LINE から友達追加をさせていただきました。いきなり連絡をしてすみません。そうなの、久しぶりね。それでさっきのはどういうこと？実は子供が産めない体になってしまいました。孫を楽しみにしてくれていたのに。え、何があったの？子宮筋腫が見つかり全摘になってしまったんです。凌介から聞いてませんか？初耳だわ。いつ手術をしたの？昨日です。そう、辛かったわね。体調とか大丈夫？はい。今までプレッシャーをかけてしまいごめんなさい。孫のことなんて気にしないで、あなたの健康が第一だからね。変なこと聞いてもいいですか？ええ。私のこと、子宮をなくしたブスはゴミ同然って思ってます？なにそれ、私がそんなこと思うはずないじゃない。ですよね。安心しました。なんでそんな風に思ったの？私そんな態度してた？違います。凌介からお母さんがそう言ってたと聞いて。はあ？詳しく話してちょうだい。実は私の病気が見つかってから急に彼の態度が冷たくなったんです。病院代とかも支払ってくれず、自分で出せと。ありえないわ。だってあの子が仕事をしてたあなたに家事をしてほしいと言って専業主婦にさせたんじゃない？はい。それで昨日、不妊女とは離婚だと別れを突きつけられました。あの優しい凌介が？信じられない。そうですよね。とりあえず証拠として彼との LINE でのやり取りをメールで送りました。何これ、私はこんなことを言ってないし思ってない。それに新しい彼女？どうやらもう次の相手を見つけてるそうです。妻が苦しんでるのにありえないでしょう。しかもあなたの両親の形見を売るとか、この子正気？私もショックで。今すぐにでも形見を取り返してあげたいけど、私も足が悪いから。多分今行ってももう遅いと思うので大丈夫です。あなたになんてお詫びをしていいか。愚足が本当にごめんなさい。お母さんは悪くないので謝らないでください。あの子の母親として謝罪させてちょうだい。でもこんなことをするなんて許せない。ですよね。あなたはどうしたい？ここまでされたらもう無理なので離婚したいと思います。ただ急に追い出されても行く場所もなくて。あなたが出ていくことはない。私があの子を追い出すわ。え？当たり前じゃない。そもそもあそこは私の家だし、誰を住ますかは私が決める。でもどうやって？それは後でのお楽しみよ。私に任せなさい。それで美咲さんはいつ退院するの？6日後です。余裕で間に合うわね。とりあえずあなたは治療に専念して。わかりました。ありがとうございます。5日後。明日退院だよな。お前の私物は処分したから家に戻ってこなくていいぞ。全部？両親の形見も？ああ、100万にしかならなかったけどな。あと処分費と労働費で100万請求するから。え？まさかタダでやってもらったと思ってるわけ？マジでずうずうしい女だな。私は頼んでない。むしろやめてって言ったよね。黙れ。こっちは一刻も早く出て行ってほしいし、お前の顔なんて見たくないんだ。慰謝料の差額と合わせて600万な。そんなお金払うわけないでしょ。いい加減にしろよ。こっちは裁判してもいいし、警察に訴えることだってできるんだぞ。何言ってるの？不妊って偽り俺を騙しただろう。これは詐欺罪になる。本当にそう思ってるの？当たり前だ。被害届を出されたくなかったら俺に従え。さすがに頭悪すぎでしょ。はっ、マジでキレた。今から警察に行くからな。慰謝料も追加で1000万請求する。勝手にすれば。
てか本当にお母さんが私をゴミ同然って言ったの？もちろん、ママも二度と会いたくないってさ。ふーん、じゃあ本人に聞いてみよう。え？すべて美咲さんから聞いたわ、このアンポンタン。なんで美咲がママの LINE を知ってるんだ？連絡先は交換してないはずだろ。結婚当初にグループ LINE を作ったのを忘れた？あれは解散したはずだ。あなた一人が抜けただけでグループは残ってたけど。マジ？そんなことよりも美咲さんを家から追い出そうとするなんてありえないわ。お前が出ていけ。え、ママ？なんでそうなるの？当たり前でしょ。美咲さんにあんな暴言を吐いた挙句浮気までして。なんでママに話すんだよ。あそこまで言われたらどうにかして本人に確認するでしょ。私がおとなしくしてるとでも思った？そうだとしたら自分に都合よく考えすぎ。ふざけんな、余計なことするんじゃねえ。あんたに怒る資格なんてない。そこは私の家よ。今すぐ出て行きな。待ってくれよ。そもそも父さんが死んで一人じゃ広いからって引っ越したのはママだろ。だから俺にくれたんじゃないの？美咲さんと結婚して負担が減るよう貸してあげたのよ。なのにこんなことして。その家は売ることにするわ。そんな、美咲、すべてお前のせいだぞ。なんでそうなるの？自分で撒いた種じゃない。自業自得でしょ。ふざけんな、この不妊の出来損ないが。こうなったら家の分も請求してやる。5000万追加だ。正気？お前のせいでこうなったんだろ。弁護士に依頼するから支払わなかった場合裁判になるぞ。ちゃんと責任を取ってもらうからな。もうアホすぎて本当についていけない。被害者は俺なんだから 100% 勝てるんだよ。いい加減にしなさい。これ以上集体を晒すな。頭が痛くなる。なんでだよ、俺も悪くないじゃん。暴言に浮気、悪いところだらけでしょ。それに慰謝料払うのはそっちだから。は？なんで俺が？結婚してるのに浮気したんだから当然でしょ。俺の中では離婚が確定してた。よって浮気ではない。まだ言ってるの？離婚してないんだから浮気したことに変わりないわ。あっそ、じゃあ俺が浮気したって証拠は？あるけど。このラインとか言うなよ。文章なんて他人が打った、冗談だったと言えば証拠にはならないからな。これならいい？なんだこれ。浮気相手とのキス写真。いい年こいて外でするとか信じられない。私も息子のこんな姿見たくなかったわ。うん、ゾワッとした。なんだこんなもの持ってるんだ。お前は入院中のはずだろ。お母さんが集めてくれたの。え？美咲さんから連絡が来てすぐに知り合いの有能な探偵に依頼したのよ。はあ、ありえないだろ。最初何をするのか教えてくれなかったので、この写真を見た時はびっくりしました。プロってすごいですね。本当は伝えたかったのよ。でももし凌介が完璧に隠してたら証拠がつかめないじゃない。そしたら期待を裏切ることになるから。そういうことでしたか。まあ LINE で自白するアホだしないとは思ったけどね。俺を無視するな。ああ、いたのね。それで何？ありえないって言ったんだ。なんでママは息子よりも美咲の味方をするんだよ。俺の親だろ。だからよ、子供が間違えたら正すのが親の役目だからね。ママだって孫が見たいって言ってたじゃん。だから若い女を見つけたのに。何歳なの？ピチピチの27歳だ。美咲さんと3つしか変わらないじゃない。じゃあその子にも慰謝料を請求するって伝えておいて。なんでだよ。浮気したからに決まってるじゃない。彼女は俺が結婚してるって知らないんだぞ。それなのに金を取るつもりか？は？言ってないの？離婚は確定してるし、わざわざ伝えなくてもいいだろ。相手まで騙すとか信じられない。ここまでクズだったとは。もうついていけない。あんたとは縁を切るわ。なんで？当たり前でしょ、このアホタレ。相手が知らないならその分あなたに請求する。
私の私物を勝手に売った損害賠償や独身時代の貯金から出した病院代も返してもらうから。ふざけんな、俺は一銭も払わないからな。それなら裁判するまでよ。美咲さんには離婚に強い有能な弁護士を紹介したわ。あんたに勝ち目はないからね。え？お母さん、いろいろとありがとうございます。助かりました。いいのよ、私にできることすべて協力させてちょうだい。なあ、俺思ったんだけど、子供なんていなくても別にいいよな。いきなり何？美咲は家事を完璧にこなしてくれるし、子供のことを除けば嫁として申し分ないと思ってさ。だから全部なしにしよう。正気？ああ、俺もお前の病気が発覚して気が動転してたんだ。これからは大切にするって誓うよ。どの口が言ってるのよ、このボケ。散々暴言吐いて浮気もなしにしろって都合良すぎ。あんたとやり直すくらいならその辺の虫と結婚すれば。そこまで言うか。言い足りないくらいよ。あんたとの結婚は私の汚点、二度と顔も見たくない。本当にごめん、反省してるから。絶対に許さない。じゃあせめて慰謝料の減額と彼女には言わないでほしい。どれも無理、地獄に落ち上がれ。そんな、あんたみたいなアホと話してると具合が悪くなるから。あとは弁護士に任せるわ。さようなら。待ってくれ美咲。自業自得ね。ちゃんと責任取りなさい。私に泣きついても無駄だから。ママまで？もうしないから。俺が悪かったです。後日談。離婚は無事に成立しました。凌介には慰謝料や損害賠償などで400万を請求、借金をして一括で支払ってもらいました。浮気相手には今回のことを直接話し、本当に知らなかったようなのでお咎めなし。凌介は家から追い出され、相手にも振られたそうです。しかしそれだけでは終わらず、怒った相手は彼の会社に乗り込み全てを暴露。社内に噂が広まり、凌介は自主退社したとのこと。今は風呂もないボロアパートに住み、バイトで生計を立てているそうですが、借金の返済でほとんどお金は残らないとか。私はというと新居に引っ越し、以前働いてた会社に戻れました。義母とは今も仲良くお茶をする中、今度初の二人旅行へ行く予定です。楽しみすぎる。